はい、本日始まりました森田チャンネル。さあ今回ですね、はい、住みますというお知らせになりますね。これからですねちょっと合宿に行ってくるので、もう朝から晩まで授業という形になります。もう朝早朝ですね、もう早く起きて、でその後終わるのも夜遅く9時半ぐらいかな、終わるのだから8時半から9時半ぐらいまで、授業をしているので、もうさすがに動画を撮ったり編集したりする時間はないと思いますので、まあ時間あったらサブちゃんぐらい撮ってもいいかなと思ってるんですが、まあメインチャンネルをさすがに撮って編集するっていうのは不可能だと思うので、ちょっとお休みしますね。あとは本書いてるので、ちょっとそのね授業と授業の合間とか、まあご飯の時間とかあるんですけど、その時間はちょっと執筆に、ね、使いたいと思ってます。このこれですね、これとあとは共通テストのやつですねの構成、まあこっちはそこまでもう一回やったんで時間かからないと思うんですが、こちらはまだちょっと執筆中ですので、もう終わらせなきゃいけないんです、今週中にですね、絶対に。なので、少し休もうかなと思います。はい、いろいろとやっぱまあ仕事の量とかもね、半端じゃなくて、まあ普段も朝から晩まで働いてというか、まあ授業をして、夜中に撮影して夜中に編集してるっていう日々がもう続いてたんで、さすがに無理だなっていうのとか、他にもいろいろあってプライベートとかもですね大変なことがいろいろあったりして、まああと訴訟とかですねの準備したりしてて結構大変なんで、まあいろんなことがあるんです。ちょっともう手に負えないてんやわんやな状況なので、ちょっとお休みさせていただきたいと思います。はい、休み時間執筆以外はいろんな本読んだりとかねしたいなと思うんですけど、まあその本読んでるって言っても英語関係の本とかを読まなきゃいけないとは思うんですけど、そういった形で少しお休みいただきます。はい、休み終わったらですね、はい、元気になってですね、元気になってできるのか分かんないですけど、まあネット環境が良ければライブとかもできるのかもしれないですけど、まあ少なくともこのメインチャンネルでいる6時台には授業してますんで、それはできないので、まあ、サブちゃんの時間もう授業してるな、はい、ちょっと夜合宿授業ある時とない時あるんですけど、ない時もオンラインで授業してるんで、なんでどっちにしろできないって、はい、まあ、大変ですね。まさか予備校講師時代よりも授業するのが多いとは思ってなかったですけど不思議な状況です。はい、頑張ろうと思いますので、ぜひとも皆さんしばらくお待ちください。まあ多分ね合宿自体は3日間なんで、それでその後できればいいなと思ってますけどね。ただ合宿行ってる分できなかった仕事がまた大量にあるので、トフルの本の改訂とかもあるので、ちょっと大変ですが、はい、頑張らせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 すいません、ショート動画頑張って残ってるやつ出そうかと思います。